安倍元総理が銃撃された奈良市内の現場には献花台が設けられ多くの人が訪れています。中継です。はい、現場の近鉄大和西大寺駅前です。事件から一夜明け、献花台には多くの人が行列を作っています。奈良市は混乱が生じないよう警備員も配置しています。いても立ってもいられない気分になったんですね。せめて献花だけでもと思って来ました。山上徹也容疑者は安倍元総理を手製の銃で歩きながら2発撃ったとみられます。安倍元総理の奈良入りは自民党のホームページで知り、現場には電車で来たとしています。防衛省関係者らによりますと、山上容疑者は2002年から2005年まで海上自衛隊に在籍、実弾射撃訓練を経験したほか、小銃の分解や整備、組み立てもしていたといいます。当時の警備状況について警察幹部は、体制が十分だったか確認していきたいとの考えを示しています。